月の期間限定ラーメンエンタメムービーは、徳川家康、伊達政宗に続く戦国武将ラーメンシリーズ第3弾、その名も戦国武将ラーメン前田利家。今回は解説として歴史研究家の河合敦先生が登場。日本史全体を動かした皆さんが思っている以上に、その前田利家っていうのはすごい人物ですね。前田利家の魅力がたっぷり語られるスペシャルムービー、どうぞご覧ください。加賀百万石を築いた前田利家、その活躍を支えたのは愛妻松が作った愛情たっぷりのラーメンだった。利家様、今日もお疲れ様でございました。これを食べて元気をつけてくださいませ。ああ、やっぱり松のラーメンはうまいな。前田利家をね、出してきたんですね。もう完璧なセレクトだと思います。利家ってラーメンとすごい関係があるんですよ。加賀に来た時に、お味噌をですね、たくさんこう貯蔵するっていうことをしてるんですね。すごく加賀味噌って有名じゃないですか。実は前田利家にそのルーツがあって、その味噌を使ってラーメンを作る、見事なですね、セレクトだと僕は思いますね。前田利家っていうのは織田信長の家臣なんですね。槍を持たせたらもうナンバーワン、最も織田家の中で強い武将の一人って言えると思うんですね。例えば織田信長の弟が反乱を起こしたことがあって、弟の方が全然軍勢の数が多くて、その時に前田利家が率先して突撃していって、それがきっかけで一気に形勢が逆転して、ですからもし前田利家がその時に活躍していなかったら、信長が負けてしまった可能性が高い。そうすると信長自体がいなかったっていうことになりうるので、そういう意味では本当に日本史全体を動かしたすごい人物と考えていいと思いますね。4歳ぐらいの時から松は前田家にお世話になっていて、そこで生活してるんですよ。だから4歳の時から多分利家は松を見ていると思うんですが、12歳の時に21歳の利家と結婚してるんです。だいぶ年齢はね、離れてるんですが、もうすごい仲のいい夫婦で、なんとお子さんが11人いるんですよ。利家が遺言を亡くなる時に言うんですけど、それを書き留めたのが松なんですね。ですからやっぱり最後の最後までこう旦那さんに仕えていたっていうこともわかりますよね。秀吉とは友達なんですね。秀吉は一番利家を信頼して、自分の子供の秀頼に、ね、面倒を見てくれと頼んだ、そういう遺言を残してるんですね。ですから秀吉にとって利家は最も信頼できる、本当に心から信頼できる家臣というよりも、同僚に近い、同志に近い人だったのかなと思いますね。家康は利家のことを警戒するというよりも恐れていましたね。やっぱり一番自分が天下を取るのに障害になるのが利家なんですね。で、実際に横暴なことをして豊臣政権をごちゃごちゃに、ぐちゃぐちゃにして、でいよいよ政権を取ろうって動き出すんですが、それを利家が制してるんですね。それが関ヶ原の前の1599年、ところがその年に利家が亡くなってしまったんですね。で、利家が亡くなったことによって家康の力が増大して天下が取れたので、もし僕利家が生きていたら、家康は天下を取れなかったと思いますね。そうなると江戸時代もなかったわけで、おそらく大阪時代って言われてたでしょうね。利家がいたから本当に信長もうあれだけもう天下統一に行くくらいになれましたし、利家が一生懸命秀吉を盛り立てたので豊臣政権も安泰だった
ということ、そして利家が亡くなってしまったので豊臣家が滅ぼされてですね、そして、まあ、徳川の時代になってしまった、そういうことでやっぱり前田利家という人はキーパーソンであり、それぞれのこうターニングポイントで大きな働きをしているということが分かるんですよね。だから皆さんが思っている以上にその前田利家というのはすごい人物なんですね。これって食べさせてもらえないんですか？もちろん先生のためにご用意しております。あ、本当ですか？はい、ぜひ食べたいです。